ときめき映画の時間が始まりました、はい、今回紹介する映画ベイビーティースです、はい、この主演のこのエリザ・スカーレンさん、はい、前作ではストーリーオブマイライフ私の若草物語のであの別役を演じられてました。で今回こちらの映画ではミラという16歳の高校生の女の子です。ミラはある難病を抱えてまして、しかも学校では友達もほとんどいなくて孤独なんですよ。ですがある日モーゼスという不良少年と出会って人生初の恋に落ちるという物語です。でも面白かったですよね。そうそう、すごく考えさせられる映画でした、うん、今回はどういう絵を描かれたんですか？そう、こういうなんかあの出てくるお皿とかあの登場人物の着てる服も青で、うん、青色がアクセントとして使われてて青が綺麗だなと思って。これはどういう意味において青色をこう主体に使われてるわけですかね？ああ、うん、なんか青ってなんか悲しい色かなと思いきや、うん、すごく綺麗な青に作られてて、うん、でまたプールもすごく綺麗くて、うん、透明感あって、なんかこう死っていう死ぬってことに近い女の子だけどなんかこうキラキラっとした風にも見えて、そう、暗すぎず、うん、明るすぎず、なんか悲しい映画では全然なかったんですよね。そう、まあ、割とポップな作りなんで、まあ、赤でも悪くはないっていう感じはしたんですけどね、うん、で、はい、今回ときめき映画ではレーザーチャート作ってみました。はい、お、なんか結構五角形が大きいですね。そうそう、うん、なんか気になる項目が一番上にありますが、胸が張り裂けるほどの愛しさ、ね、これどういうことでしょうか？いや、なんか見ていて、うん、ほら、紬拓さんの漫画のホートロードに似てますよね。あのヤンキーと出会うってところで、孤独な女の子がヤンキーと出会うってところ。そう、映画にはドンさん主演で、年、うんうん、も16歳で。年と不良と出会うところだけやろ。そうそう、出会うところだけなんで、うん、でも無理やりや無理やり。最初出会うとこ見たときに、お、ホットロードって思ってました。あの漫画で、漫画しか読んでないけど、うん、まあね、ただね、この映画ね、チャプターが割とたくさん分けられてまして、うんうんうん、DVD 化されたときにチャプターそのまんまでいくんかなって見てるときにね、見ながらものすごい気になってたんですけどね、まあ、どうなるか分かんないですけども、時間軸がはっきり分かりやすくなってて、うん、まあ、見やすいっちゃ見やすいし、うん、逆に言えば展開は早いっちゃ早いし、うん、っていう感じですよね、うん、だからそのいきなり両親にパッと合わせたりとか、うん、本当に展開は早いんですけど、うん、全部なんかセリフで見せずに映像で見せるんですよね、うん、恋に落ちる瞬間とかも、うん、すごく綺麗な映像でパッと見せるところがいい映画だなと、うん、で写真集をめくっていくような、うんうんうん、ただまあ重い病気で、ね、命を描いてる映画にしては割と重くならずにポップな感じで、うん、見やすく、そうそうそう、作られている映画になっております。なんかイメージとちゃいましたよね。こうイメージと、うん、なんか涙ちょうだいみたいな映画っていうよりかは、うん、こうちょっとクスッと笑えるところがあったりとか、はいはいはい。オーストラリアの映画みたいですよね。なんかオーストラリア制作なんですね。そう。だからオーストラリアの映画ってこんな感じなのかなって、アメリカ映画ともヨーロッパの映画とも違う。うん、季節がちょっと逆で面白かったですよね。クリスマスパーティーはね。なんか夏にやってるっていうね。そうそう、なんかちょっと不思議な北半球の人間からしたら、ね、ベイビーティース乳歯というだけであって、まあ、乳歯が抜け落ちて、ね、永久歯が生えてきて、この登場人物たち、お父さんお母さん彼氏も含めてみんな成長するんかなとか思ったけども、意外とそんな描写もなく割とポップなまま終わるんで、なんか日常をパッと切り取ったような作品、もう出演者の制作陣もみんな入試やったんかなっていう、ね、感じの映画ではあるんですけども、それはね、ぜひ、ね、皆さん見ていただいて、そうですね、タイトルがどういう意味なのかというところを注目していただきたいと思います。そうですね、はい、はい、今回はベイビーティースを紹介しました、はい、次回のときめき映画でお会いしましょう。バイバーイ。